1514年クリスチャン・ピーダ・センバン、デンマーク人の辞責美容師。2行目から3行目にかけて、サクソニー・グラマーティコの表記が見られる。サクソ・グラマティクスは、中世デンマークの歴史家であるが、その生涯については詳しくは分かっていない。今日、デンマーク人の辞責の名で知られる、全16巻のデンマーク誌が彼によって編纂されたと考えられており、 この著者の存在が彼を実在の人物とする主な根拠となっている。サクソは大司教アブサロンの下で働いていたと目されており、彼を支持していたことが明らかになっているが、教会組織の中で占めた地位は不明である。一回の聖職者に過ぎなかったかもしれない。アブサロンの残した公文書の中で、サクソという名の聖職者が、 銀貨二枚半の負債を免除され、現在の西セラン州総例の修道院から借りていた二冊の書物を返却するように命じられている。これが後年見つかった、デンマークの公の記録に残る、同年代に生きた十四人のサクソスあるいはサクソのうち、サクソグラマティクスに結びつくであろう、唯一のものであるが、この人物がサクソ本人と証明する証拠は存在しない。また、 デンマーク人の自責で、サクソ自身が書くところによると、彼の祖父と父の両者が兵士として、デンマーク王バルデマー一世に仕えていた。サクソも同様ながら、より宗教的な職務で、バルデマー二世に仕えていたようである。以上が、数少ないサクソグラマティクスに関する、具体的な記録である。後年の研究により、シェラン島出身であると断定されているが、 デンマーク人の自席の中で宣伝されたラテン語を用いていることや著書から古代ローマに関する知識の深さが伺われるため、彼が教育を受けたのはデンマークではなくフランスの大きな神学校ではないかとされている。なお、ラテン語で学者を意味するグラマティックスは作祖ソの本名ではない。1342年頃に書かれたユトランド年代記の サクソン族外説の中で彼の優れた表現力を強調するために用いられた愛称である。それが1514年出版されたクリスチャン・ピーダセンの印刷版、デンマーク人の自責で、サクソの名前の一部として用いられるようになり、現在に至っている。サクソの著書に登場する中は伝説の英雄、アムレートの物語は、様々な劇作家によって本案されている。 最も著名な作品が、ウィリアム・シェイクスピアのハムレットである、デンマーク人の辞責を約1、4にまとめたもの。ありがとうございます。